皆さんは病院行ったりしたら痛いことされるの嫌ですよねで健康診断で針刺されたりして嫌ですね。で痛くなくて病院行った方がいいよぐらいを、かなり正確に分かる手法はないかなと。これは毎年健康診断を受ける時嫌だな嫌だなと思っていくその嫌だなの思いを解消するのもあるし、私何歳に見えます61歳です。もうそんな年になってしまったんだとか今写真とか画像とか写されてますけど客観的に自分を見て年を取った自分にきっと悲しむとは思いますがですねなんとかその病院に行く前あるいは病院である程度の処置を経た後にそんなに苦しまないで自分の健康状態を把握できればいいなというのが、僕のずっと今まで、約30年ぐらい考えてきたことでその仕事でもあります。今日はそのうちの一つをお話ししようと思いますけれども一番最初に異変が起きるっていうのはどこかなと考えると、体の先っちょとか表面とかなんですね。でお年寄りになると手見れば年齢って結構分かりますよね。薄かってそして、血管が見えてるなとかで表面がすごく薄くなってきてもしますしで特に私が注目したのは血管です。血管が多くて動脈と静脈っていうのは分かりますね。栄養を与えて後で出てきますけれども動脈とそれから心臓に戻っていって肺で酸素を受け取ってまた、遠くに届けるでそういうメカニズムが血流にはあります。で、一番先っちょのところが指先だったり足先だったりします。でその辺が、最初にやられてくるんですよ。病気になってくるといやだから動かないと病気の人が動かないとますますひどくなっていっちゃう。で最後はここだけで生きていることになっていくんですよ。でもここだけでも先っちょはあるんでその先っちょを観察していけば、自分は病院に行くべきかすぐに治療すべきかは分かるようなことをしてみたいなと、思って、この仕事をしています。ですから今日は今ご紹介の通り指先の科学、先っちょの科学っていう話をしたいかなと思っています。で、病院とか家では一般的に皆さんご存知だと思います。血圧計持ってますね。持ってない人います？持ってない人多分います。若いよねやっぱりね。若いと必要ないんですね。で多分もう必要ない。僕なんか4個ぐらい持ってますよ。どの血圧計も信用を受けないっていうかね。この血圧計で測って高かったらこんなはずはない、この血圧計で測ろうとかでもね実際血圧計はものすごく異常な値を発見するためのものでしかないんです。そう思えばよ、ですけどねあんまり高い値になっちゃうと病院に行った方がいい。いやだからそういう意味ではすごいアバウトな装置でこの絵に描いてあるこの血圧計っていうのは病院でよく使っている最近の血圧計です。道具を使って測りますね。あともう一個脈拍って2番目に書いてあって脈拍皆さんこれ測る時どうでしょうかね。専門家の人が測る時って3つの指をこれ頭骨動脈って言うんですけど腕のところに動脈が露出している部分がある。でそこをギュッと押さえるんです。で押さえるとビートがドゥンドゥンドゥンってきてますよね。で自分で今やってくださってもいいんだけどそれをもうちょっと押さえるとどんどん強くなりませんか、ね、そうなんですよ。でそれができないとプロとは言えないんですけどそれを数えるわけです。でも数を数えるだけじゃなくて実は質も見るんですよ。つまり体を用いてどんどんどんっていうのをちょっとずつ押しながらこれはちょっとリズムが変だなは誰でも分かってもちょっと硬いとか柔らかいとかいろんなそのものを感じ取るわけですよ。これ大事なんです。装置でこれが測れるもんじゃないので何か変なんですよ。右側に何か変って書いてありますよね。であともう一つ、体温計は僕たちすごく大きな、体温計持ってない人いませんね。体温計持ってない人、もうめちゃめちゃ元気ですねって言ったらね、もうこれやれば分かるみたいなで、まあ、体温計は小数点1が有効数字なんで、何度何分っていうところで、病院に行くべきかを考えますよね。でこれもこれはどっちかというと機械に依存しているもんですね。であと呼吸、呼吸っていうのは1分間にどのぐらいするかな、呼吸しているのかなっていうのは、酸素を取り入れて二酸化炭素を出すっていうのは植物とは逆ですね。でそういうふうにして僕たちは植物と僕たちは共生しているわけだけど、その呼吸が1分間に何回しているのかなっていうのも重要です。それとの あとは何か変の領域になっていくと、浅いとか深いとか、いろんなことが何か変で感じ取れるんです。で基本的にはこの4つのルートで病院もお家の、訪問を受けるお家で療養している人もこのサインをつかむんですけど、機械だけではなくて何か変っていう部分が非常に多いんですよ。でその何か変を僕はなんとか自分が勉強した数学で処理できないだろうかっていう挑戦です。でこれは病院でよく見かけるやつですね。でこれを使うようになったらもういっぱいの処置をされて、ね、これを使うようになったらちょっと諦めてもらった方がいいですね。痛いことを全部痛くなくして病院でこう、病気を治そうっていうのはちょっと無理なんですよ。まだ将来にわたってもかなり無理かもしれない。この機械を使うようになってしまったら諦めてください。ただこの機械に出ている波形はかなり正常な人の波形です。一番上言いますよ。ちょっとちっちゃいかもしれないですけど、一番上はハートレートって言って、心電図ですね。心臓のビートがこれ見た限り乱れてませんよね。でそれから2番目がね、指先の酸素濃度なんです。指先までちゃんと酸素がいっているか、これねパーセントです。 99% 98とか9とかいうのが一般的です。90ぐらいになっちゃったらもう酸素マスクつけなきゃダメですでそういう指標にはなっていてもですね、僕が今からこだわるのはここに波形が出ているわけですよ。この波形単に酸素を送るかどうかだけで使うのもったいないなってずっと思ってたんですね。この波形をなんとか計算できないもんだろうかで、何か変に迫れないだろうかっていうのが今日の出発点です。でその下に書いてあるのは、血圧ですね。123、上が82。これはもうここら辺にいる若い人はきっとそういう数字でしょうね。でそれであとはもう一つ下は、頭骨動脈で捉えた動脈の変化なんだけど、これはいいです。大体、我々は上の3つぐらいで、病院の方もモニターを常に見ながら何か変を感じ取っているわけです。でこれ、これがねメカニズムなんです。ちょっともうこっち向きますね。でこれはポインターちょっと小さいですけど、これ指ね、指です。でこのをかますんです。いわゆる光で持った血液には特異的にある光が吸収されて、血管の中ではどうなってるかっていうと、ボンと心臓から血が流れてきます。後で僕の解析結果を見ますけど、つまりここでボンってきたのがこの一山です。でボヨヨンってくるのがこの辺に二山なんです。二山目は僕ほとんどありません。でこれはまずいですね。でだから頑張んなきゃ、若返んなきゃとは思ってます。こういうメカニズムが僕が使って解析している原点になります。で、これはちょっと英語がいっぱい書いてあって恐縮なんですが、僕はこの波形、パルスウェイブって真ん中にこの、簡易に書いてあるのがありますね。でこれを、難しい数学の解析用法を使って、今はねちょっと難しいからちょっと非線形時系列解析って言うんですけど、時間軸も入れてその波形の特性をなんかのっていろいろな形でキャッチすれば、生活のストレスや病気の状態や心の状態までも分かるんじゃないかっていうふうに思って作った機械がこれなんです。でこれは面白いですよ。手作りですから、先っちょは乳児用の血圧計なんです。ちょうど大人の指にはまるんですよ。でこの中に光センサーを組み込んで、で膨らまして刺激を加えたら、ちょうどほらさっき頭骨動脈を当てるとドックンドックンっていう、圧力を加えると反発する力が強いのが若い人です。だけど糖尿病の人、心臓病の人は先っちょまでうまくいってないので、すぐ潰れちゃいます。でそういうのは最近よく分かってきたことで、それも数学的にちゃんと解析できるんですね。今ね、僕変なものつけてるでしょ。これはこれの進化版なんです。でこれポンプですよ。血圧の圧力がこう出ます。ここにセンサーがあります。今本当は測れるべき、この信号を Bluetooth で飛ばしてスマートフォンでキャッチして、そして後で出てきます遠隔看護っていうのを僕やってるんですけど、いわゆるクラウド上に溜め込んで、そこから悪くなったよっていうのを落としてもらおうという仕組みを考えてやってます。もうほとんど結論言ってますね。で次、難しいことはちょっとだいぶ省きますけれども、解析の仕組みが僕が今やっている代表的な2つって、血管で分かる代表的な3つ、これ僕の波形ですよ。でもうダメでしょ。2番目がなんか潰れちゃって、それでなんかふにゃふにゃしてるでしょ。これは僕の血管がだいぶもう末梢で弱ってんなっていう状態です。それでもこれを解析するとですね、血管年齢っていうのが出るんです。この血管年齢は医学の世界ではよくやる手法で、血管の不具合を年齢で表現すると。いやだから若くても年寄りに出る人もいますよ。で年寄りでも若く出る人もいます。それは血管年齢が若いっていうことですね。でそれ数学で言うと2回微分した結果で出せるんですよ。でもそんな微分なんかもう今頃聞きたくないよって思う人多いかもしれません。であと僕が今トライしてるのは、非線形時系列っていう解析の難しいやつで、1番目って大きく書いてありますね。あと2番目、カオス解析とそれから揺らぎ解析っていうのをやることによって、カオス解析ではビジュアル化してくれるんです。これカラーで、輪っかが大きくなってちっちゃくなってるでしょ。でこれ加圧して大きくなる時がどれぐらい大きくなるのか、でどのぐらいで潰れちゃうのかっていうので病気の状態分かったりするんです。であとは、血流の状態はこの輪っかの大きさが血流の状態だと思えばいい。その他にカオスで出てくる途中のその数値っていうのはいろんな病態を表してんじゃないのかっていうふうに思ってます。で揺らぎ解析っていうのはこれまた難しいんですけど、いわゆる心の状態を反映できるのかなと。例えばね、心臓はメトロノームみたいじゃないんですよ。で微妙にずれてるんです。だってドキドキする、綺麗な人に話しかけられるとドキドキしたりするんですよ。でそういうとこから試験が近づくと、僕だってドキドキしてますよ今。でこれ僕の測ったらきっとこれどこが変化が起きるかっていうと、この図ではね、血管だけを言うのは恐縮なんですが、薄い水色にかかったところの部分のその波が、周波数解析ってやるんですけど、低くなるとだいぶ緊張しているっていうふうに捉えていいっていうのは今までの研究から分かっていることなんです。でそれをね、証明するためにわざと混乱を起こさせるんです。でこれ左手にはセンサーで、これ僕今これつけている、こういうセンサーをつけて、そして右手は作業してもらうんですけど、これカラーワッシュといって感じを示すのと色とのを混乱させるんですね。だから認識上で混乱状態をコンピューターで起こさせる。そして混乱を起こすとどうなるかっていうと、もう正直に出てきますよ。カオス解析をすると混乱を起こす前は輪っか大きいですね。混乱を起こしたらみんな血引き上げちゃうんですよ。これまさしく血が引いたという状況ですね。で終わるとまた大きくなる。で、揺らぎ解析は心の指標といってリラックス状態の指標、やっぱり混乱を起こすと赤いバン水色の部分がすごく少なくなってますね。でこういうふうに定量化できれば何か変という経験を積んだ人じゃなくてもお家で分かるっていうのがすごく大事だなと、そういうふうに僕は思って仕事してて、こういう、ものを論文にして書いていくと、まあ、英語では結構面白いねと言われました。でそれを利用してですね、僕2つの仕事をしています。上が今話したことでもね、ほんの一部です。で下は、なんとかね、先ほど紹介にありましたけど、ベイマックスは、そういうふうにね、痛くもなく包み込む人間を、見たり触ったりするだけでいろんなことを遠くから教えてくんないかなっていう意味において、ごめんなさい、意味において、まあベイマックスのね、キャッチフレーズで「あなたの心と体を守ります」だから、そういうロボット作れたらいいなと。まあ今一つの例としてセンサーを紹介しましたけど、他にもいろんなセンサーがあります。でそういうセンサーを搭載して、そしてさっきこれから、Bluetooth で信号で無線でですよ、持っている、スマートフォンに飛ばして、そのスマートフォンで飛ばした情報をクラウドという表現をされてますけど、データベースの中に放り込んで、自分のいつも、ある情報をそこから下ろしてきて、異常が起きたら教えてくれるとでいうシステムができるのが、ロボットを介してもできたら面白いなっていうのが僕の未来です。もっと話したいことはいっぱいあるんですが、こんな研究を私はしていますということで、未来にベイマックスが現れて、いろんなセンサーをつけて自分のことを見守ってくれたらいいなと、きっと現れる日をお待ちください。頑張ってやっていきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。